どうも皆さん、マーシです。というわけでマーシがお送りいたします、バンドリー。さあ、というわけでね、待ちに待ったファイヤーバードが本日実装されました。難易度は27というね、まあめちゃんこ難しい曲なんですけれども、まあ、これをなぜかね、ファイヤーバードって、まあ、火の鳥、つまり不死鳥ってことなんですけど、なぜか焼き鳥と勘違いされてる方がいらっしゃって、焼き鳥と思ってねまあそれはそれで確かにね、ファイヤーでバードだから確かに焼き鳥なんだけども、どう考えてもこれちょっと加工前だと思うんでね、はい嫌でしょ、バンドリーセカンドシーズンでさ、最後のシーンでやるべきが歌った曲が焼き鳥の歌なんてね、はい、まあとりあえずこの曲をですね、本日ね解説していこうと思いますので、よかったらご覧ください。それではどうぞ。さあ、というわけで今回も後取りで実況していこうと思います。よろしくお願いします。待ちに待ったファイヤーバード。もう本当に楽しみだったんですよ、これね。さあ、最初はね、なんかまあ結構シンプルでね、なんか楽勝だなと思ったんですよね、これね。もう全然余裕みたいな、もう目つぶってもできるみたいな。忘れちゃいけない、これ27なんですよね。で、これ生配信で一応ね、録画してたんですけど、みんなね、なんかマリナって書き込みがあって、マリナと思ってね。何のことか分かんなかったんだけど、これ後で気づいたんだけど、ロゼリアのね、ユキナ以外のメンバーが、なんか全員なんかこう、マリナって言ってるような歌詞があって、俺もそれ後半で気づいたんだけど、ずっと笑いをこらえそうになってましたけどね。燃え上がれ。この後かな。でも、かっこいいよね。ここね。ここがもうなんかもう、これ。はい、で、こっからがもう急に難しくなってくるんですよね。ここも難しいんだけど、この後これね、もう本当にこれですよ。もうね、この曲の一番の難所だと思いますね。もう短いスライドが内外内外内また外からっていうような、そういう流れでね、等間隔に配置されております。で、ちょっとこれをね、スローで見てみようと思うんですが、こんな感じですね。まず最初に内から外に行き、そして内に行き、また外にこう広がり、そして内に行くっていう、そういうね流れになってるんですね。ちょっと単発の打つと気持ち長めに叩くイメージでやるといいと思いますね。さあ、ここですね。この後結構単調なリズムが続くんですよね。で、後半に短いスライドが入ってくるゾーンがあるので、そこの配置だけちょっと気をつけて、ここですね、これもちょっと見てみましょうかね。はい、で、俺こういう密集した譜面っていうのは差し込まれてね、叩き遅れが出てしまうんですよね。なので、そうならないためにも気持ち早めに叩くようにしてます。ここもちょっとスライド位置ずれてますからね、気をつけましょうね。俺今叩き遅れてる、絶対今の今見たけど。はい、さあ、ここがね、多分ね、唯一休めるとこなんですよ、この曲のね。指の体力をちょっとここで回復しておいて、もうサビから本当に後半までもう畳みかけるあのように来るから、まあ、ここでちょっと体力を回復しておくと。さあ、ここですね。で、これサビの前にちょっとワンポイントあるんでね、解説していこうかなと思うんですが、ここですね、今ここがサビ前のスライドね、位置がちょっと難しく見えるんですけど、まあ、スライドからスライドの、まあ、位置、そして終点の両端フリックだけを意識しておきましょう。さあ、サビですね。で、サビ、まあ、一番気をつけるのはやっぱりフリックの位置、これはね、要注意ですね。まあ基本的にはフリックはもう両端にあるというね、心構えを持っておけば、まあなんとかなるかなと思いますけどね。結構フリックでミスしちゃうこと多いんですよね。僕も結構ミヤミスがここでひどかったんでね。だからフリックすごい、音程はすごい良くて、あれできるとめちゃくちゃ気持ちいいです。さあ、ここがサビで、まあこの辺はね、正直言って、まあ皆さんこなせると思うんですが、ここからですね、また前半と同じような流れになるんですよ。で、あの譜面だけを除けば本当にね、前半と一緒なので、ニアミスだけ気をつけながらね、叩いていきましょう。さあ、もう来ますよ。はい、来ました。はい、これね、もう見たくないギリできたんですけどね、この時はね。はい、あの譜面がね、パワーアップしております。短いスライドの下からまたスライドだっていうね、もうこれはもう位置を覚えるしかないと思うんですよね。まあこれは前半と一緒ですよ。もう内から外に、そしてまた内へという感じになってるんですけども、この後半ね、もうここずっと見てたもん。これはまず両端から内へ、そしてまた両端から内へ、そして今度は内から両端へ、内から両端へという感じですね。で、トレルがあるって感じですね。まあ、似てるとしたら、実は結構回り節月下もちょっと似てるんですよ。はい。俺あれよくできたな、本当にな。で、これでまあ一応ギリギリフルコンボと。ありがとうございます。いや、さよさんに褒めてもらえるなんて。公園の宴だな。はい。で、まあこんな感じですね。結構グレス多かったんですよ。46だったと思うんですけどね、この時ね。だよね。うん。はい。まあ、今回ちょっと難易度27っていう曲ね、このファイヤーバードやらせてもらったんですけど、まあ、27の中ではちょうど中間ぐらいの難易度なのかなと思いますね。やっぱりファントムシーフとか、まあ、あとはパッショネイトアンセム、あとは、絶対宣言リサイタルに比べると、まあ、まだやりやすいかなっていうところですね。ただ、まあ、ラウダーとか、あとは、まあ、デターミネよりもちょっと上かなと思うんですけどね、ちょうどいいぐらいの27の難易度なので、結構ポイントとしてもね、覚えておくべきポイントは、まあ、3ポイントぐらいなので、まあ、ぜひね、そういうところを注意しながら、フルコン狙ってみてはいかがでしょうか。それでは皆さん、またね。バイバイ。
動画最後まで見てくれてありがとうございましたね。ファイヤーバード今日野良でめちゃくちゃ投げられてるんじゃないですかね俺もちょっと入ってみようかな。いつかチャンネル登録お待ちしております。他のマーシュの動画も見てみてね。またね。